時じ、ブーハ、日本のお笑い芸人、俳優、神奈川県出身、わはは本舗所属、身長173センチメートル、体重75キログラム、かつては劇団で役者として、活動、未来劇場に4年間、スーパーエキセントリックシアターに2年間、ページワンに3年間それぞれ在籍、ママと遊ぼう、ピンポンパンにて、 虫ば仮面の着ぐるみで出演していたこともあった。1999年にお笑いコンビ、フロントページを結成。フロントページは2004年4月に解散。その同じ年の11月に和ハ,ハ商店に入る。商店入りした時に芸名はクエ、4月系、当初はロバート・デ・ニーロと高木ブーを意識したという、勝又、ジジ、ブーが2つ入ることのみ共通。 その後、ジジ、ブー、ジジ、ブーとなる。同じは母本舗所属の猫、ヒロシの付き人をしていたことがあり、その時の給料は猫の小遣いから支払われていた。その猫とは、猫ジジというコンビを組んで、これまで各ライブ出演や M-1 グランプリ出場などで活動している。M-1 には、この他にも2009年には、女優の白川和子とコンビ、 50.60これからだを組んで出場した。人年齢とは、かけ離れた老け顔が特徴。白髪混じりで、芸名通り老人前とした風貌であるが、本人曰く若手芸人。テレビ出演は少なく、もっぱら舞台が多い。また俳優活動も継続している。趣味は料理。アルバイトもしているが、年齢もあって長続きせず、苦労している様子が、 ブログでたびたび記されている。漫談では、これまでに、金がないことや、中年の悲哀をネタにしたものなどを演じてきている。出林に、橋幸夫の、あの娘と僕、スイムスイムスイムを使うことがある。なお、ネタでは、ホームレスから芸人になったことを話すことがある。猫爺じでは、相方の猫の芸風に合わせる形が多い。衣装も猫の、猫魂に対し、 次回と書かれた T シャツを着ている。ありがとうございます。